皆さんこんばんは、白菜です。白菜のラジオ第4回目です。構成はまあ前回と同じですね。で、いきます。で、本日のお題はですね、古事記です。古事記。名前というか、書物の名前としては聞いたことはあるとは思いますけど、あんまりちゃんと読んだことある人多分、そんなにいないんじゃないかなと思います。断念するね、理由として、神様の、日本は八百万の神なので、神様がたくさん出てくるじゃないですか。で、本当にね、その神様の数が多いのもあるし、名前がね、難しいんですよ、なんか。覚えられない。それで、なんかそのイメージが強くて断念してしまうっていうことがあると思うんですね。それでそれについてね、武田恒康先生が古事記、ちゃんと読み切るそのコツっていうのを言ってまして、それが古事記に出てくる神様の名前はですね、もうすぐに忘れる、それがコツだというふうに言ってます。同じ神様っていうのが、あんまりその2度以上出てくる神様ってそんなにいなくて、で、重要な神様は何度も何度も出てくるから、まあ、読んでるうちに自然に覚えると。で、それ以外の、もう、そこでしか出てこないみたいな神様はもう忘れてしまっても別に構わない。そうすれば断念せずに読めますよっていうようなことを言ってます。まあ確かにこれはね、その通りなんじゃないかなというような気がしますね。それで、古事記とは何かというところなんですけど、これはですね、天武天皇という第40代の天皇ですね。7世紀後半ぐらいかな。の勅命によって作られた、日本最古の歴史書です。上中下の3巻に分かれてまして、原本はもうないみたいなんですけど、まあ、写本が伝わっていると。で、上巻、一番最初ですね、は、神様の物語。まあ、国づくりとかそういう話ですね。で、真ん中の巻。これは、神様と、あと、初代天皇、神武天皇のお話。で、そこから、まあ、歴代の天皇陛下のお話。で、下巻はですね、まあ、歴代の天皇陛下のお話がずっと続いて、推古天皇、第33代かな、の推古天皇のところまでの話が書かれています。で、これはその神様の時代から、天皇陛下っていう、その天皇っていうものに対してこうずっと続いていく、連なってる話がずっと書かれているので、だからこそ、まあ、天皇っていうその存在はですね、その神話の時代から今の現代まで続いている、本当歴史そのものなんですね。まあそういうのもあって皇室は尊いっていうようなことも言ったりするんですけれども、まあその、歴代の天皇陛下のお話っていうのはまた、それだけでね、話ができてしまうようなものなので、今回はそれは、話しませんけれども、まあそういうものだということも一つ知っておいていただければと思います。はい。では、本編の方に行きますが、まず最初に、現れた神様ですね。これはですね、大体ほら、日本で一番トップの神様といったら、天照大御神だとみんな思うと思うんですけど、まあ別にそれを認識自体は別に間違ってないんですけどね。ただ一番最初に現れた神様っていうのは、アマテラス大神ではなくて、アメノミナカヌシの神っていう神様です。で、その後に、タカミムスヒの神。で、続けて、カムムスヒの神。という、この三柱。
ですね。神様はですね、あの人間だとまあ1人2人3人というふうに数えますけど、神様は、柱というふうに数えます。まあ、人の部分が柱ですね。なんで、一柱、二柱、三柱っていうような数え方をします。で、今言った、三柱の神様はですね、一人神と言いまして、一人神っていうのは何かというと、男女の区別がない両方の性質を持っているという神様ですね。で、この、三柱が生まれた後にですね、今度はこれがまたね難しいんですよ。ウマシヤシカビヒコジの神という神様と、雨の床たちの神、この二柱が、現れます。で、この二柱も、一人神でして、でですね、一応ここまでのこの五柱、まあ五ですね、五の五柱の神様は、天地が現れて早い時期になった特別な神様ということで、ちょっと分けられてまして、この五柱のことを、ことあまつ神というふうに言うそうです。ことあまつ神というのは、別、別ね、別居とかの別に、天国の天に神と書いて、ことあまつ神というふうに呼ばれています。で、その後もどんどん神様がですね出てきまして、で、まずその次に出てきたのが、国の床たちの神で、その次が、豊久物のの神で、この二柱も一人神ですね。その次、ここでようやく、お神と女神というものが出てきます。お神っていうのは男の神様ですね。で、女神はまあ女の神様ですね。で、ウヒジン、ウヒジニの神。これがオガミ。で、その妻の、スヒチヒの、あ、ごめんなさい、スヒチニの神です。この、二柱はですね、兄と妹っていう関係なんですけれども、まあ、夫婦になります。まあ、普通ね、人間の社会で言うと、その血のつながった兄弟間の結婚というのはタブーですけど、一応神様のその世界としては、それは理想的な結婚というふうに考えられているそうです。まあ、だからこそ人間のその社会というか人間の世界ではタブーとされているのかもしれませんけどね。で、次にですね、角食いの神、でその妻の、育食いの神、その次が、大殿寺の神。で、その妻が大殿部の神。で、次がですね、おもだれの神。その妻が、あやかしこねの神。ごめんなさい。あやかしこねの神。いいのかですね。はい。で、その次。ここまでの神様は多分、あまり聞いたことないと思うんですけど、次は聞いたことあるはずです。次は、イザナキの神とその妻イザナミの神。これは皆さん聞いたことありますよね。このイザナキの神とイザナミの神、この二柱が日本列島を生んだ重要な神様です。で、この神様が生まれたよっていう話の後にですね、国生みの話が出てきます。ですね、天津の神、まあ、高間原っていう神様が住んでいる世界があるんですけど、そこの、まあ、そこにいる神様全体の総意、みんなで意見が一致してこうしなさいっていうふうになった、決まりですね。で、よって、イザナキの神とイザナミの神に、まあ、国を作りなさいというふうにこう命令というか、まあ、下ります。で、それを受けて、イザナギの神と
イザナミの神はですね、天空に浮いてかかる雨の、浮き橋というところに立って、海に矛を下ろしてですね、海水を、航路航路とかき鳴らして、矛を引き上げると。そうすると、その先からですね、海水がこう滴り落ちて、潮が固まって島ができた。これが、小野ごろ島っていう島で、意味はですね、自然に固まってできた島っていう意味だそうです。まあ、これがじゃあ実際のその今の日本列島のどこに当たるかっていうのはまあ不明なんですけど、一応この二アジラですね、この島を拠点にして日本列島っていうのをどんどん作っていくんですね。で、その、この小野ごろ島のところに、高間花の神様、その天上にいる神様と話し合いというか、まあ心をこう通じ合わせるというふうにするために、雨の御柱っていうのを立ててですね。それを使って、その、高間の花の神様とも話ができるっていうようなものを作ります。で、古事記をですね、なんかあまり学校で教えない理由が、として一説には、なんかまあ、その性的描写があるからみたいな、話があるらしいんですけど、まあ、神話ってほら、そんなに出てくるんですよ。ギリシャ神話とかね。ギリシャ神話の、もうあれ、ゼウス。もうひどいですからね、あれ。やりたい放題ですから。不倫もしまくるし。めちゃくちゃですよ、あんなの。あっちの方がよっぽど教育に悪いんじゃないかというふうに思いますけど、まあまあ、それは置いといてですね。で、その、雨の御柱っていうのを建て、その後、まあ、神殿を作るんですけど、そこで一息ついたところで、イザナキの神がですね、自分の関心に何か不思議なものがぶら下がっているのに気づきます。で、イザナミの神に、あなたの体はどうなっていますかと尋ねます。すると、イザナミの神は、私の体は常に出来上がっているようですが、一箇所だけ何か足りずにくぼんでいるところがあります。というふうに言ったんで、それに対して、イザナギの神は、私の体もすでに出来上がっているんだけれども、一箇所だけ何か余って出っ張っているところがある。それでは、私の出っ張っているものと、あなたのくぼんでいるところの穴に差し入れて塞いで、国を産もうと思うが、どうだろうというふうに言って、で、イザナミの御事は、それに賛成したと。まあ、こういう部分。のことを言ってるのかなと思いますけどね。その、さっき言った説のことは、ね。で、じゃあ国を作りましょうとなって、作るのにですね、さっき言った、雨の御柱っていうのの周りをこう、あってですね、こう回って、そこで、出会ったところで、イザナミの神がですね、アナニヤシ、え男、あなたはなんていい男なんでしょうっていうふうに言って続けて、イザナギの神が、アナニヤシ、エオトメオ、あなたはなんていい女なんだろうっていうふうに言うんですね。で、これ、まあ、その、国を産むっていう、まあ、その要は、家庭の部分のことを、水戸のまぐわいっていうふうに言って、国を、産むことをまあそういうふうに言うらしいんですけど、まぐわいっていうのは夫婦の交わりのことで、水戸っていうのはまあそういうことをする場所というふうな意味があります。それで、なんでじゃあその二柱がですね、そういうふうに柱の周りを回ってそういうことを言ったかっていうと、言霊って聞いたことあると思いますけど、まあそのいい言葉には当然いい力が宿るし、悪い言葉、まあ、黒っぽい言葉というか、色にしたらですけどね。そういう言葉には、当然その不幸みたいなものが宿るというのがあったから、お互いにいい言葉を言い合って、褒めると。だからこそ、そういうことをまあ言ったんですね。で、ただ言い終わった後で、イザナギの神がですね、イザナミの神に、やはり女性の方から先に言ったのは良くなかったんではないかというふうに、まあ、言うんですけど、まあそうは言ってもということで、一応その国づくりをまあするんですね。
ところが、まあ、うまくいかないと。で、これは、ちょっと良くない。ということで、上の、その、高間原にいる神様に、ちょっと話をしてみよう。相談してみよう。ということで、二人で一回、高間原に帰るんです。で、そこで、神様の命令に従ってですね、太間にっていうので占いをします。太間にっていうのは、鹿の肩の骨を焼いて、そのひびの入り方で吉か凶かみたいなのを判断する古代の占いだそうです。で、その占いで占ったところ、やっぱりイザナギの神が言った通り、女神から先に声をかけたのが良くなかったと。で、その占い結果を聞いて、二柱の神はですね、小野殺島に戻って、また柱を回ってですね、今度は、イザナギの、あ、ごめんなさい、イザナギの神が、あなたはなんていい女なんだろうっていうふうに先に言って、それに続けて、イザナミの神が、あなたはなんていい男なんでしょうというふうにおっしゃって、再び交わる。そうすると今度はどん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 この立派な国ができていって、日本列島っていうものが出来上がる。っていうのが、国生みの話です。で、この女性の方から声をかけたのが良くなかった理由っていうのは、まあ、当時の日本はですね、少なくとも古来の日本においては、結婚の申し込みというのは男からこうするものだと。女の人はそれを受けて、成立するっていうふうなもの。まあ今でもそういう色がまあ強いかなと思いますし、女性としてはやっぱり男の方から言ってもらいたいものなんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ古来の日本は特にそういうそのなんか、なんだろうな、色が強かったので、それがこの話のここに出ているというか影響しているのではないかということをですね。はい。で、今度はですね、まあ国が出来上がったので、じゃあ今度はそこに住む神様を作りましょうということで、神生みの話になります。で、ここでですね、まあ、たくさん神様がこう出てくるんですけど、すごいたくさんいます。また難しい名前のですね、神様がたくさん出てきまして、ちょっとこれは全部言ってると、それだけでかなり時間使うので、カットします。で、このですね、神様を、まあ、作るその過程で、火の神様である、火の家具土の神っていう神様。この神様が、まあ、火の神であったからっていうのもあるんでしょうけれども、この子供を産むときにですね、イザナミの神がですね、まあ、深刻なその火傷を負ってしまいます。で、すごいこう苦しみながら、それでも神様を、まあ、こう産んでいくっていうのは続くんですけど、まあそのね、イザナキの神のその看病もですね、虚しくというか、まあその甲斐もなく、全部のその神様を産む前にイザナミの神はですね、亡くなってしまうんですね。これはサムサリ遊ばれるっていう風に、サムサリっていうのは、神様が亡くなることをサムサリと言います。字はですね、神様が、まあ、避難するみたいな、避難するの日、神様の神に避難するの日で送り仮名にで、サムサリという風に言います。で、亡くなってしまいます。で、これでまあ当然ね、自分の妻が亡くなってしまったわけですから、イザナギの神はすごいこう悲しむわけですよ、当然のように。なんですけど、まあその間にもこういろいろあって、血液から神様が生まれたりとか、そういうのもあるんですけど、まあやっぱりその、産む人がね、当然亡くなってしまったので、国づくり、完全にそのまあ住む神様がいない、全部揃わない状態で中断してしまうんですね。で、この国づくりが再開されるのはですね、大国主の神っていう神様が出てくるところまで、
止まってしまいます。まあ、それは今回のなんか話の中ではちょっと出てこない、もっと先の話なのでなんですけど、まあ、ということで、その稲波の神がですね、お亡くなりになってしまったことで国づくりは中断してしまうんですね。で、それに悲しんだイサナギの神はですね、どうしても妻に会いたいということで、イサナギの神がいる黄泉の国に行くんです。黄泉の国に行きまして、イサナギの神が住んでいる御殿、そこの扉がですね、まあ、固く閉じられてるんですけれども、イサナギの神が行くとその扉が開いてですね、再会するんです、二人。あ、ごめんなさい、二柱がね。で、そこで、再会した妻に、イサナギの神はですね、あ、もう美しい私の妻よと。私とあなたが国を作っていて、まだそれは途中だと。だから、一緒に帰って、まだ国づくりを再開しようっていうふうに言うんですけど、イサナギの神はですね、少し遅かったと。まあ、もう少し早く迎えに来てくれればよかったんだけども、私はもう黄泉の国の食べ物を食べてしまって、そうするともうこの国の住人になってしまう。だから、戻ることができないと。だけど、せっかく黄泉の国まで迎えに来てくれた。それはすごい嬉しいので、なんとか帰りたいと思うと。ただ私の一存ではもう決められないから、黄泉の神々に相談してくるから、その間、私を決して見ないと約束してくださいと。まあ、待っててくださいと。いうふうに言って、イザナミの神はですね、御殿の塔を閉めるんですね。まあ、昔話なんかでもよくありますし、まあ、人間もそうですけど、見るなと言われると、見たくなります。これはもう残念ながら神様も例外ではなかった。とはいえ、まあ、イザナギの神はですね、待つんですよ。すごい待つんですけど、なかなか戻ってこない。で、もう待ちきれなくなって、御殿の中に入ってですね、どこにいるのかなってこう探すんですけど、御殿の中真っ暗。何も見えない。そこで、自分の体の一部を使ってですね、火を灯すんですね。で、こう探すと、イザナミの神がいます。でもその姿は、もう、腐敗して、こう体中に蛆が湧いてしまっていて、美しかった姿がもう面影がない、変わり果てたイザナミの神の姿だったんですね。で、それを姿を見たイザナギの神はびっくりして、もう逃げてしまうんです。ところが、その自分のね、美しかったその姿が、まあこんな風になってしまった醜い姿を見られたイザナミの神は、よくも私に恥をかかせたなということで怒ってですね、ヨモツシコメっていう、黄泉の国にいるシコメっていう、あの醜い女とか言ってシコメというふうに言うんですけど、そのシコメっていうのを追いかけろって言って追いかけさせます。で、イザナギの神はもう必死に逃げるんですけど、足が速いんでしょうね、シコメ。追いつかれそうになるんですね。そこで、このままではまずいということで、イザナギの神はですね、自分の髪にこう巻きつけていた、黒みかずらというつる草、これを投げます。そうすると、そのツタがですね、ものすごい勢いでこう茂って、ブドウの実がこうバーってなるんです。で、しこめはですね、そのブドウ、まあ、美味しそうに見えたのか、もう食べずにはいられないような魅力があったのかもしれないですけど、そのブドウをこうむしゃぶりつくんです。で、そこで食べてる間に、イザナギの神はまた逃げるんです。ところが、このシコメ、あ、逃げたって言って追いかけてくるんじゃなくて、そのブドウをですね、もう綺麗に食べ尽くして、食べ尽くした後にさらにまた追いかけてくるんですね。それで、また追いつかれそうになって、これはいかん、ということで、また、イザナギの神はですね、今度は左右に束ねた髪の、右側に刺してあった、ゆずつまぐしというのを、仕込みに向かってこう投げつけます。そうすると、今度は、タケノコがこう、ババババッと生えてきて、
そうしたら今度は仕込みはですね、そのタケノコをですね、こうガッともう引っこ抜いて、そのまた食べるんですよ。どん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 食べる。ただそのまた食べてる間に、イザナキの神は逃げます。ただまあ、ね、追っかけてくるのが、この仕込み、一人だけだったら、なんとかなったかもしれないんですけれども、他にもですね、追いかけてくるものがあります。一つは、ヤクサのイカズチの神と。ヤクサっていうのは、8種類の、と書いて、ヤクサと言いまして、ヤクサのイカズチの神。あとは、1500の黄泉の軍勢ですね。で、ただの軍勢じゃありません。人間のその姿、形をしているとかじゃなくて、もう、悪霊ですから、みんな、もう顔も怖いですし、まあ言ってみれば化け物ですわ。化け物がこう追いかけてくると。そこで、イザナギの神はですね、腰に刺していた、トツカの剣というのを抜いて、こう、後ろ手に振りながら、知り得てか、に振りながら、こう走ります。それでですね、ようやく、イザナギの神はですね、黄泉の国と現実の世界の境にある、ヨモツヒラ坂というところまで来て、あとちょっとっていうところですね。そしたらそこに一本の桃の木が生えてるんです。で、その桃の木を、なってる桃をですね、急いで三つこう取って投げつけるんですよ。バッ。そしたら、どうしたことか。これはなぜかわからないです。まあ神聖なものだったのかもしれないですけれども、それを投げつけられた悪霊たちはですね、シュンって勢いをこう一気に失って、みんなこう逃げ帰ってしまうんですね。で、桃の、まあ、身にですね、命を結果的に助けられたわけですから、イザナギの神はね。そこでその桃の木に向かって、私を助けてくれたように、足原中津国、まあ、日本のことですね。日本に、住む美しき青人草、うつしおの人、人間のことですね。が、苦しみ悩んだときは同じように助けてあげなさいというふうに言って、その桃の木にですね、オオカムズミノミコトという名前を授けます。古事記で人間というものに対しての、その、発言というか、言及したのは、ここが一番最初になります。さあ、これで悪霊からも逃れ、追ってからも逃れて、なんとか現世に帰れると思ったら、まあ当然ラスボスは一番最後に来ますから、この最後の最後にですね、イザナミの神がですね、腐って蛆が湧いたその体を引きずりながら追いかけてきます。そこで、イザナギの神はですね、千人がかりでようやく動かせるっていう、ちびきの岩、千に引く岩。ちびきの岩っていう、まあ、大きな石をですね、動かして、その岩で、なんだっけ、ヨモツヒラ坂か。ヨモツヒラ坂を塞ぎます。そして、その石を挟んでですね、イザナギの神が、もう別れようと、まあ、離婚しようということを言うんですね。その、ことどっていう呪文らしいんですけども、事件とかの字に、戸棚の戸と書いて、ことどです。それを言うと、イザナミの神がですね、愛しい夫がそういうことを言うのであれば、あなたの国の人々を一日に千人締め殺しましょうと。それはもう恐ろしい声で叫びます。それに対して、イザナギの神はですね、愛しい妻がそのようなことをするのであれば、私はでは、一日に1500の産屋を建てよう。というふうに言って、その言葉を最後に、この二柱はですね、決別されます。そして、イザナミの神は、黄泉の国の神様として、で、イザナギの神は、うつしお、まあ、現世ですね、の神様として、もう全く、もう裏と表、みたいな、道を進むことになると。いうことですね。で、この
言ったですね、イザナミの神が言った、あなたの国の人々を一日に千人締め殺しましょうというやつなんですけど、この言葉があったがゆえにですね、まあ、私たち人間には寿命っていうものが作られて、毎日一定の人間が死ぬというふうになってしまった。ところが、イザナギの神がですね、その後に言ったように、そのようにするのであれば、私は一日に1500の上を建てるというふうに言ったことによって、死ぬ人よりも、一日に死ぬ人よりも増える人の方が多い。まあ、だからこう存続していけてるっていうことにつながっているそうです。ね。一応神様はね、寿命はないんですよ。だから不老なんでしょうけど、不死ではないんだよね。殺されるとか、同じ神様同士で戦って殺されるとか、あとはまあ事故とか、イザナミの神も火傷が原因ですからね。そういうことがなければ、寿命で死ぬっていうことはないんですけども、まあ、神様といえど、そういうふうなことがあれば、亡くなることもあるということですね。で一応、黄泉の国の話はですね、ここまでで、で今回一応ここまでになるんですけど、黄泉の国ってじゃあどんな場所っていうのはですね、古事記にもあんまり書いてないみたいなんですよ。どうも。どんなあれを読んでも、ね、ただまあ、一応、我々がまあ、思っている通り、あの世とか、まあ、地獄とはちょっと違うような気がしますけど、この世とは違う村の世界というか、あの世みたいなイメージで、まあ、大体は合ってるのではないかなというふうに思います。まあ、死後の世界というやつですね。はい。ということで、なかなかちょっと名前がね、難しくて、結構ね、勢いで噛みましたけど、一応、今回の古事記の話は、ここまでです。ただ一応ね、まだ、アマテラス大神とか出てきてないので、来週は、来週も、その続き、アマテラス大神の出てくるあたりの話とかをしてですね、その辺までは一応話をしようかなと。でそこから先の話どうするかっていうところなんですけど、それはまあ別枠でやるか、なんかするか、まあちょっと考え中ですけど、まあもうちょっと先のところまで全部やってほしいという要望があればですね、もうちょっとその、今もうざっくり話しただけなんで、まあもうちょっと掘り下げた話とかも入れながらね、できればなとは思いますので。まあ一応今回はここまでということで、また来週ですね、この続きの方の話をしていきたいと思います。はい。では、本日のお題、古事記のお話でした。では、今週の映画です。今週はですね、ケープフェアという映画です。90年代の映画で、ロバート・デ・ニーロが主演の映画ですね。まあ話はですね、ざっくり言いますと、強姦で捕まった、まあ、ロバート・デ・ニーロ役のマックス・ケネディという男がですね、14年間刑務所に入れられていて、で、出所後にですね、自分を弁護した弁護士に復讐をするというような話です。まあ、それだけ聞くと単純な感じですけど、これはですね、なんだろうな。いろんな見方ができるかな。まあ、法に準ずるか、正義に準ずるか、みたいな話だったり、あとはその法が守ってくれない範囲の状況になった時にどうするかっていうようなことを、考えさせられる映画ですね。法が守ってくれない時っていうのは結局その警察がまだ動けない。
けど明らかに身の危険が迫ってるみたいな。あのストーカーとかが結局そのなんかしないことには警察も動けないじゃないですか。どんなことをやっても、どんなにその嫌がらせを受けてるって言ったって、それはちょっと法に引っかからないってなっちゃうと警察も動けない。でその部分かな。なんかそういうね、怖さというか、そういう時にどうするかっていうようなことをちょっとね、考えてしまう話です。で、なんで、ケネディがですね、自分を弁護した弁護士に対して復讐を考えてるかっていうと、まあ、彼が言うには、その弁護士は、トムって言うんですけど、は、自分のその、裁判の時に全力で弁護しなかった。その合衆国のその法律では、弁護人は、自分の依頼人を全力で弁護しなければならないって書いてあるのに、お前はその義務を怠ったと。俺はそのおかげで14年も服役した。だから復讐してやるみたいなことを言うんですけど、じゃあ、合姦したのはそうじゃなかったとか、例えばしてないのにしたってされて、刑務所に入れられたっていうんだったら、まあまあ、それは恨むねっていうのはわかるんですけど、合姦はね、してるんです。だから、全力で弁護しなかったとか、知らんがな、そんなのっていう話で。結局ね、なんだろうな。もともと、刑務所に入った当初っていうのは、ケネディは読み書きもできない状態だったんですけど、刑務所に入って勉強して、読み書きできるようになって、で、その法律書とかまで読んでるんですよ。で、その知識を使って、うまいことその法に引っかからない範囲で、こう、友をどんどん追い詰めていくんですけど、家族とかもね。だけど、その、学はまあついたんでしょう。勉強したからね。でもね、本質の、クソったれぶりは変わってないわけですね、結局。言ってることわけわかんないんですから。で、その全力で弁護しなかったっていううちの一つが、その被害者の女性がですね、まあ男関係が結構激しくて、こう結構とっかえ引っかえしてたと。で、そういう、まあ証拠っていう証言が取れてて、それを、そういう話があったのに、裁判の時に出さなかった。って言うんですよ。まあ、それは確かに、なんだろうな。弁護士っていう立場からすると、良くないのかもしれないですけど、まあ、トムは、まあ、そういう話あったけど、別にそれがあったからといって、男関係が激しいから、そういうことをしていいのかって言ったら、そういうことにならないし、で、まあ、なんやかんや、その B1 弁護士と呼ばれているのでね、トムは。強姦罪から暴行罪に引き下げた。ですよ。それでも。だから、強姦罪だともっと罪は重いんだけど、懲役7年で済んだんですね。ところが、その刑務所内で問題を起こして、さらに7年伸びて、計14年になるんですけど。まあ、だから、なんだろう。あだこうだとこう言ってくるんですけど、まあ、ケネディに言ってることは、全く同情できないです。ただやり方が、こう、その知識がついた分、やっぱりこう、なんだろう、ねちっこくっていうか、すごいなんかこう、厄介なやり方になってるので、だからこそ、そういうギリギリのラインでそういうことをされたときにどうするかっていうのを考えてしまうっていうような映画ですね。まあちょっとネタバレっぽいことをだいぶ言いましたけど、映画としてはね、面白い映画なので、ぜひ見ていただければと思います。はい。はい、では、次のコーナー、今週の怪奇現象です。今週は、呪われたアメジストというお話です。光り輝く宝石は人を魅了し欲望を吸収する。時には
その命までも。ある日、イギリスの自然博物館に一通の手紙とともにアメジストが送られてきた。差出人はエドワード・ヘロン・アレンというイギリスの科学者の娘。館長が手紙を見ると、そこにはこう書かれていた。この石は呪われています。かつての所有者たちの血が染みついている。箱を開けるなら、そのことを十分に理解してください。父が亡くなり、私の手には余るので、博物館にて適切な処置をお願いしたく。アレンが亡くなった後、妹が貸金庫から引き取り、手紙を添えて博物館に送ってきたのだった。アレンは1890年にアメジストを手に入れたが、その直後からおかしなことが起こり始めた。仕事のトラブル、対人関係の悪化、体調の不良。これらのことがアメジストを手に入れてから一斉に起こり始めた。もしかしたら。そう感じたアレンはアメジストを友人に譲った。しかし友人はそれほど経たないうちに返却してきた。そこで今度は歌手をしている友人の女性にアメジストを渡した。女性は喜んで受け取ったが、ほどなくして彼女は体調を崩し、声が出なくなってしまい、アメジストは再びアレンの元に戻ってきた。この石は一体何なのか？自分と相性が悪かったわけではないのか？疑問を持ってアレンは石について調べ始めると、以下のことが分かった。石はかつて雷神インドラを祀った寺院にあった。ところが、セポイの反乱の時に盗み出され、イギリス人の将校が国に持ち帰ったが、帰国してすぐに大病を患い、財産も失った後に死亡。アメジストを受け継いだ息子も病気になり、息子は知人に石を買い取ってもらったが、その知人は石を受け取って間もなく、自殺してしまった。石の曰くを知ったアレンは、この石は人の手にある限り、持ち主を不幸にする。だったら、亡くなってしまった方がいい。そう考え、運河に石を投げ捨てた。しかし、呪いをまとった者というのは、どういうわけか、帰巣本能のようなものを持っている。船が偶然、石を拾い上げ、宝石商の元に渡り、アレンのところに戻ってきてしまった。恐ろしくなったアレンは、石を頑丈な箱に入れ、貸金庫に入れて、誰の手にも触れないようにした。そして、アレンが亡くなったため、娘が博物館に寄贈してきたというわけである。アレンが石を貸金庫に入れてからは、石が不幸を呼ぶこともなく、現在に至っているという。はい。ということで、アメジストの呪いというお話でした。で、話の中に出てきた、セポイの反乱というやつなんですけど、これはですね、1857年から1859年の間に、インドでですね、起きた、イギリスの植民地支配に対する、反乱ですね。結局鎮圧されちゃうんですけど、当時はね、白人たちの、国がですね、いろんな国を植民地にしてましたので、で、当時のね、軍隊の常識というか、例えば他の国に攻めるじゃないですか。で、侵略しますよね。そしたら、その侵略した、例えば、町なり村なりだったら、そこにあるものはもう略奪していいっていう。今だったら、そういうことするやつがいても、ダメっていう風になると思うんですよ。そういうことはするなと。だけど、当時は、それが OK にされてた。OK になってた。ロシアは特に広くて、たくさん取ったやつが一番すげえみたいな、もう、下品極まりない、感じでね、なったんですよ。それで、当然その現地の人たちもひどい目に遭うという、ろくな問題はないんですけど、
ただね、日本、まあまあ、いろいろ歴史の話をまたするとですね、戦後ね、いろいろこう、言われました。言われて、まあ今もまあ、そういう話は残ってますけど、ただ、まあ一つ例を挙げますと、北進事変というのがあって、日清戦争終わった後ですね。で、まあその後にまあ三国干渉っていうのがあってですね。で、当時のまあ、中国、今でいう中国、まあ、シナ大陸ですわ。そこの、今、秦っていうまあ国があって、あ、ちなみに秦はあの満州人の王朝なので、今の中国にいる漢民族とはちょっと違います。その支配していた、あれがね、人種がね。で、まあ、西洋のその列国から、その秦国は、こう、食い荒らされてたんですよ。まあ、ここのエリアはイギリスとか、ここのエリアはフランスとか。で、それに対して当然、まあ、その秦の民衆はですね、不満ですよね。で、まあ、当然のごとく、白人排斥っていう、まあ、出てけみたいな感じの感情がどんどんこう出てきて、で、そういう中でですね、義和団っていう、不信滅用、まあ、信を助けて西洋を滅ぼすっていうのをスローガンにした宗教団体が出てきます。なんか確かね、なんだろう、鍛え上げてるから、なんか槍が効かねえだとか、なんかわけわかんない、なんか怪しげなことを言うような団体で、で、まあ、いろんなところで、暴動を起こすわけですよ。本来、暴動を起こしてるわけですから、秦のその政府がそれを鎮圧しなきゃいけないのに、結構その暴動がこういろんなところで起こって、まあ、うまいことと言っちゃあれですけど、反乱をこう起こしてるから、これはチャンスだということで、その秦の政府までが、正規軍を出してですね、それをもう支援して攻撃始めるんですよ。そんな、いろんな国の。疎開っていう、まあ、実は、なんだろうな、秦の中にある、西洋の領土みたいなところを攻め始めるんですね。これ、ほっといたら、当然のように、そこに住んでいる人たち、まあ、公使館員も何も、全員、まあ、皆殺しにされると。これは何とかしなきゃいけないということで、思うんですけど、ただ、その、ヨーロッパにしろ、何しろ遠いじゃないですか。中国のその大陸まで来るのに。それで間に合わないから、日本にちょっと何とかしてくれないかと、いうふうに依頼をしてくるんですね。ただ日本は、その前に、三国干渉っていうのがまああって、ここでまたなんか何だろう、出しゃばると言っちゃあれですけど、積極的に出ていくと、この機に乗じてみたいなことを言われるのがまだ嫌だから、こう慎重になってなかなかこう兵を出さないんですね。ただ最終的にイギリスがですね、各国の政府の要望を受けるっていう感じにして、正式にまあ何とかしてくださいというふうに申し入れをしてくるんですね。で、日本はそれをまあそこまで正式にされたら、まあ、ないがしろもできないので、それを受けて、で、出兵するんです。で、日本の軍隊がその中心になって、他の、まあ、アメリカとか、イギリスとかの兵を、まあ、率いて、というか、まあ、リーダーとしてですね、こう、反乱を鎮圧していくんですけど、そこで、その鎮圧をした先でですね、他の、まあ、なんだろう、イギリスだの、フランスだの、イギリスなんて、ほら、騎士道精神だとか、ジェントルマンだとかいいじゃないですか。でも、彼らも当時は、もう、そんなないから、ないっていうか、まあ、少なくとも軍隊の中ではそういうのがあんまりなくて、もう略奪するわけですよ。勝ったというか、その、反乱を鎮圧したその地域のものを略奪するんですけど、日本の軍隊はそれをせずに、もう規律正しくいて、で、そんなの見たことないから、一緒に行動してたその、ジャーナリストとかもいたので、とかは、もうそれに驚愕するっていうのが、驚愕して、まあそれを記事に書いたりとかね、してるっていう。そういう事実もあります。まあこれ、まあそういう話をまたしだすとですね、もうそれだけで
終わってしまうので、それはまあ、あの歴史講談のチャンネルが別にあるので、まあそっちでやろうかなと思いますが、っていう、まあそういうこともありましたということですね。ちょっと話がアメジストからだいぶずれましたけど、まあそんなことで頭の片隅に入れといていただければななんて思います。はい、では今週の怪奇現象でした。最後にですね、お知らせです。前回も言いましたけれども、アンケートフォームの方作ってありますので、ラジオで取り上げてほしいものとか、あとは朗読 BGM の方で取り上げてほしいものなどがあれば、そちらの方に送っていただければと思います。もしくはメールアドレスもあるので、そちらの方に直接やっていただいても大丈夫です。あとですね、新しく作ったウェブサイトの方で、明日から、執筆作品の連載を始めます。明日の夜あたりを予定しています。まあ、全部終わったらですね、一応それも読んで、動画にはするんですけれども、ちょっと今まで書いてきた話とはだいぶ雰囲気が違う話なので、興味ある方は明日以降ですね、ウェブサイトの方を覗いて見ていただければと思います。はい、では、今週のラジオ第4回ですねはここまでとなります。また来週よろしくお願いします。ヤクサイでした。さよなら。